はい、皆さん、こんにちは、トリピです。ということで、本日もですね、こちら、黒煙の支配者のボックス開封、やっていきたいと思います。なんといっても、ビジョット EX、スペシャルアートレア、イラストも一周回って、一番かっこいいカードを狙っていきたいと思います。あとはね、やっぱりね、リザードンですよね。普通に、まあ、コレクター観点的にも、あのリザードンかっこいいから欲しいんだけど、普通にプレイヤーなんでね、ダブルレアの方のリザードンも、まだ1枚も手に入れてないんですよ。このままだと、デッキが組めないので、両方のボックスからね、リザードンEX を出して対戦のためのデッキ作っていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。今回のピジョット EX のスペシャルアートレアとかさ、本当にポケモンカードが普通にたくさん買えるような世の中だったら、絶対にそれをパックから出るまで買い続ける企画とかやるんだけどね。昔とかは結構ね、そんな感じで大量にボックスをね、ああ嬉しい開けていたんですよ。私こう見えてもね、ポケモンカードがなんかバブル来る前から YouTube で楽しませていただいてる身なのでね、今のこの状況は、ちょっとね、悲しいっちゃ悲しいんですけれども、それでもこの夏はなんかポケモンカード公式結構頑張ってくれてて、これ完全受注生産になりましたね。抽選じゃなくて欲しいよって言った方は確実にね、これがもうちょっとしたら多分買えます。もうそろそろポケモンセンターオンラインで、その告知が来ると思うんですけど、はい。あとは毎回のことなんだけど、プレイヤーの人はね、これね、確実に1ボックス、抽選ではなく、購入できるんですよ。これ、1回でも公式大会とかに、出てる人かな。で、それが今まではね、ポケモンセンターとか、近くのやつ取りに行かないといけなかったんだけど、この段から、まさかのポケセンオンラインっていうところの、なんか枠があったんで、家に届きますね。これはね、マジ最高です。ありがとうございます。なんか発売日当日にポケモンセンターすっげー人多いんで、まあ、時間ずらして行ってたけど、それでも億劫だったんで、家に届くのは助かるわ。はい、そんなことを言いながら、 EX ポケモンが1枚目からピジョットとかなり幸先のいいスタートを切れたんで、あとはリザードン EX が来てくれたら終わるぞ。あれ、もう半分終わるのにまだピジョット EX しか出てないんだけどそんなことある？ピジョン、はい、ボルトロス、はい、ルギアに弱点つけるカードが来ながらの墓地から、ブロロン、ヒューコン、ルガルガン。あれ、マジで？あと2パックで半分終わるんだけど。ピジョットしか来てない。いや、いいけど、ピジョット来てくれたらもうそれで終わればいいんだけど。はい、オルティガさんが出てくれて、はい、これで半分終わりです。おたまろう。うわぁ、イルカマンアートレア来てくれました。ありがとうございます。ただ、イルカマンのアートレアは、前回の動画で1枚当たりましたね。はい。アートレアは、まあ、全部で12種類あるから、もちろんね、持ってないカードが欲しいんだけど、一応ね、コレクションファイルに、3枚ずつ入れてるんですよ。今までのアートレアすべてを。まあ、まだ、ちょっと、まだ揃ってないやつもあるんですけど。だから、まあ、何が出てくれても嬉しさはあるが、これ、君、違う、アウソル、さっき、出たよ。マジか、正直ね、SR 以上枠の中だったら、一番悲しいかもしんない。でもって、アウソル EX は、まあ、一応面白いテキストはしてるんだけど、デッキはね、今んところ考えてなかったんですよ。対戦動画を撮りなさいという、いつもの流れか、やるか考えろ。リザードン来てくれよ。リザードン、やべ、それは普通に嬉しい、嬉しいけど、こんなにはいらんよ。未来予知が、どっちだろうな、まあ、下技も、面白いっちゃ面白いか。相手の手札が3枚かなら120ダメージ追加ってことなんで、いや、むずいな。ちょっと考えときます。あ、やばい！ビーグン EX、リザードンの枠が、着実に減っております。なんか面白い使い方、思いついたら、コメントしてくれたら嬉しいです。それを参考にするかもしれません。はい。まあ、でも、SR 枠が出たといえども、まだね、アートレア枠と、EX 枠が一つずつ残っているのできた！初ゲット！ピジョン！かわいい！背景の色がいいよね。緑。ポッポが確か黄色で、まあ、ピジョットが青なんだけど、黄色、緑、青みたいな感じで、なんかカラフルな感じも、かなりこのイラストの雰囲気と相まって、好きですね。単色で塗ってる感じ。うわ、終わった。これにて、リザードンチャレンジ、終了でございます。やばい！リザードン1枚も当たらねえ。マジで悲しいんだけど。どうしよう。まあ、でも次の、2番、あい？アートリアまだ3枚出てなかったわ。勘違いしてた。やったー！みんな見てくれ！ポッポが出てくれました。最高じゃん、これ！このボックス、紙ボックスだわ。ポッポビジョンのアートリア出てくれるの。嬉しすぎるんだか。ポッポラインでちょっと元気になったんで、気を取り直して、2ボックス目、開封やっていきたいと思います。
リザードン EX のさ、ダブルレアさ、多分デッキ作るなら、ピン出しとかじゃなくて3枚とか、ワンチャン4枚とかね、いるカードだと思うんだよね。まあ、複数枚絶対に必要だから。正直、まあ、ここで当たらなかったらシングル買いをしないといけないわけなんですけれども、リザードン EX だけは、ちょっと高いんだよな、やっぱり。で、もうダブルレア買うぐらいだったら、スペシャルアートレアとか、ウルトラレアとかかっこいいし、そういうの買っちゃおうかなって思うけど、そういうのを、まあ、気軽に買える値段でもなく、まあ、とりあえずは出したい。まあ、こっからね、SR 枠でリザードン。でもって、ダブルレアでも出てくれたら、2枚は担保できるわけなんで、俺それ信じてるんで、ピジョットと組み合わせたリザードンデッキ、作りたいと思っているんですよ。はい、ボルトロスさんに、ヒヒダルマが、出てくれました。実際次の環境にリザードンはどれぐらい食い込んでくるんだろうね。なんか今のサーナイトとかさ、まあ、ルギアとかロスバレとかそういうのと比べてどこら辺まで戦えるかは、これからして。うわー、なにこれ、ピーかわいすぎ。ウユニ塩湖の美しすぎるイラストのピーが出てくれました。これね、にぎにぎドローがね、まあ、前も言ったかもしんないんだけど、エネなしで7枚になるようにドローできて、逃げで0なんですよ。めちゃくちゃ書いてることは優秀なんだよね。正直、最初からアタッカーとして、戦わないデッキ、のんびり攻撃していくデッキだったら、マジで採用ありだと思う。とりあえずはピーを前に出して、このにぎにぎドローを毎回やっとけば、手札補充できるんで、汎用カードなのでは？はい。氷っぽい EX、何枚出んねんお前っていうぐらい出てます。これさ、偏りがある？リザードンの封入率、下げてんじゃねえだろうな。いや、そんなことないんだろうな。ただ俺が運悪いだけなんだろうな。今までのポケモンカードも別に、このカードだけ封入率が著しく低いみたいな、そんなのはなかったんで、ダブルレアは多分均等に入ってるはずなんですよ。つまりそれはどういうことか、僕のね、リザード運がないだけなんですよ。まあ、とりあえずピジョットも一応2枚は出しているけれども、ピジョットもまだまだ欲しいよ。ピジョットリザードお願い。オルティガさんにもうこれで半分来てしまいました。ツボツボ P。 うわー、9個美しすぎる。相手のポケモン1匹にダメ缶を9個乗っける。次の自分の番、このポケモン技が使えない。へー、ダメ缶乗っける系なんだ。これでマナフィー取れるじゃん。相手のめんどくさいマナフィ取って、炎タイプはね、多分これから、テールナーとかが入ってくることあると思うんですよ。まあまあちょっと前も炎軸のロスバレとかにテールナー入ってたんだけど、炎タイプでもベンチ狙撃が、まあテンペルになってきたらマナフィ置かれると思うんで、9個はありですね。はい、キラフロル EX。まずいです、これは。本当にお願いします。ダブルレアの方望んでんだよ、別に俺はさ。あれだからね、スペシャルアートレのリザードン、ウルトラレのリザードン来てくれよとか、そういうこと言ってるわけじゃないからね。ダブルレアのリザードンでいいですよ、僕は。対戦で使いたいだけなんで、本当に。高望みはしてません。うわぁ、やばい。高望みしてねえのに出ないんだけど、あと一枠です。EX 枠は、あと一つです。SR もまだ来てないね。SR で、一発逆転、あるんじゃないですか？はい、ナミールか、ウパー、シビビールからのツンベア、ガルーラ。でもあと1枚が、あと1枚がリザードンであれば、それで俺はいいんだ。シビビール、お願い。おもだかさん、ありがとうございます。カラミンゴからのアートレアも、あと1枚出てきておりません。来るか？あ、なになになに、この光り方は、ダブルレアか？あ、わーお、バンギラス EX。まさかのリザードンが0枚で、俺のボックス開封が終わってしまった。リベンジパンチ。そんなことあんの？やだよ俺。はっ、これは SR の輝きでしょう。さあ来い、ウィザードー。やばい。開けれてるだけで幸せなんで、私は高望みはしませんよ。リザードンは1枚も出なかったけど、僕は幸せです。本当です。嘘ついてません。ラスト2パック。いやでも、あれだから、普通にダブルレア5枚箱とかは全然あるから、ここで、なんか、リザードンがポイと出てくるみたいな、そういう感じのこと、あると思います。あると思います。つか、アートレアが出てないわ。おー、ブロロン初めてゲット。ありがとうございます。はい、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 ということで、今回の黒煙の支配者、リボックスの開封結果になります。アブストル EX とブロロローム EX が、当たりました。でもってですね、ダブルレア、まあ、ビジョット1枚出てくれたら嬉しいね。ただリザードンは4ボックス上げてリザードン0枚です。でも、ポッポとピジョンのね、このアートレアが出てくれたんで、僕は強く明日からも生きていけます。
ということで、ここまで動画を見てくださってありがとうございます。また、明日のドリピの動画を見てください。こういうこともあります。お疲れ様です。